ブリタニア橋は、メナイ海峡を横断したアングルシー島とウェールズ本土を結ぶイギリスの橋である。当初は、箱型の断面を持つ、連鉄製艦上橋として、鉄道橋として、ロバートス・チーブンソン設計、施行により完成した。1970年に発生した火災を受けて、道路、鉄道の双方を通す橋として、鋼鉄製2連トラスアーチ橋として再建された。 当初の箱型断面のブリタニア橋、1852年頃1886年頃の絵葉書に載っているブリタニア橋後にブリタニア橋が建設されることになる地点の1マイル東に1826年にトーマス・テルフォード建設の目ない吊り橋が開通して初めてアングルシー島と本土を結ぶ道ができた。鉄道が人気を博するようになるにつれて ロンドンとホリーヘッド港を直接結ぶ、チェスターホリーヘッド鉄道を通せる2番目の橋が必要になってきた。他の方法で鉄道を通すことも提案され、例えば1838年には既存の目ない、吊り橋を渡そうというものもあった。この提案について、意見を求めるために、鉄道のパイオニアであるジョージ・スチーブンソンが招かれたが、吊り橋の再利用について、 関心を表明しただけであった。1840年までに財務委員会は概ねスチー・ブンソンの提案に傾き、1845年にブリタニア橋を通る経路を最終承認した。ジョージ・スチー・ブンソンの息子、ロバート・スチー・ブンソンが主任技術者に指名された。橋の設計では海峡を船が通行可能なようにする必要があり、かつ、 列車の通行に伴う重い荷重に耐えられるように十分頑丈である必要もあった。このためスチーブンソンは2連のシュゲタをいずれも長さ460フィートの箱型の鉄のチューブ状に作った。それぞれは 1500A トンの重さがあり、石像の橋脚によって支持されている。中央の橋脚はブリタニア岩礁の上に建設された。さらに2連の230フィート長のがあって、 全長1511フィートの連続下駄となっている。列車はこのチューブの中を走る。この時点までで、連鉄製の橋で最も長い時間は31フィート6インチであった。スチーブンソンは有名な技術者二人をコンサルタントとして雇っていた。ウィリアム・フェアベアンは、彼の父親の旧友であった。またイートン・ホジ・キンソンは、材料共度学の指導的な理論家であった。 ホジキンソンは、チューブを十分頑丈に作ることは非現実的であると考えており、鎖で補助の指示を行うべきだと助言した。しかしフェアベアンは、鎖は不必要だと考え、各部品が正しく均衡が取れ、板が適切に秒止めされているならば、鎖を省いてこの橋が建設された時代の新種の精神とエネルギーを示す有効なモニュメントとできるでしょうと宣言した。 受け取った技術的な意見は、ホジキンソンの主張と一致するものであったが、しかしスチーブンソンはかなり心配しながらもフェアベアンの分析を指示した。フェアベアンのミルホール造船所において、75フィートの長さの模型が作られて実験が行われ、最終設計の基礎として用いられた。スチーブンソンは、チューブの断面形状として、楕円型を押していたが、フェアベアンの好む。 箱型断面が採用された。フェアベアンはチューブの天井部分の部品の分割製造と側面のパネルを固定する保護材の開発に責任を持つことになった。ブリタニア橋の兄弟格にある4つあるライオンのうちの一つ橋はジョン・トーマスが石灰岩で製作した4頭のライオンで飾られている。これは 近くで生まれた、銀遊詩人のジョン・エヴァンスの以下のウェールズ語の詩で、不滅のものとなった。ペデュア・レイトエ・エイ・チビー・ディム・ブルーダウ、オッカー・イーマ、エイ・ダウ・オッカード・リュー4頭の太ったライオン髪の毛が、第2頭がこちらの岸にも,もう2頭が向こうにこのライオンは、現代の橋を通過する道路 A55 号線から見る、ことはできないが、しばしば道路と同じ高さまで持ち上げるべきであるとの、提案が出されている。 当初の連鉄製の橋の断面、現代の橋の脇に立っている建設は1846年に始まり、1850年3月5日に試運転が行われ、3月18日から上り線が開通した。さらに10月19日には下り線も完成した。その当時、中鉄でできた桁橋を遥かに上回る長さを持つ、偉大で並外れた新しい橋であった。 陸上部の景観は木製の台を組み立ててその上で桁の組み立て工事が行われた。これに対して海上の箱桁は船の航行を阻害しないためウェールズ本土の海岸で組み立てられ橋系に乗せて橋脚の位置へ移動させた。石像の橋脚は艦潮時を利用して建設されており、この中間に桁を通す穴とここまで桁を引き上げるのに必要な垂直の溝が 付けられていた。1849年6月19日に最初の手下である上り線アングルシーガーの橋下を仮設する作業が行われたがロープ巻き上げ機の故障により延期され、翌20日に橋脚の根元に安置された。それから水圧ジャッキを用いて徐々に引き上げていき、10月13日に所定の位置に持ち上げられた。途中8月17日には、 ジャッキの故障により桁が落下する事故が発生したが、ジャッキで桁を持ち上げるたびにその下に石を積み重ねていく慎重な方法を取ったことから大きな損傷は受けなかった。続いて、上り線本土側の主桁が12月6日に現地に送られ、1850年1月7日に所定の位置まで引き上げられた。こうして、上り線の橋桁が所定の位置に揃うと、 その間をつないで連続下駄とする工事が行われた。橋下駄は温度差によって伸縮するため、ブリタニア岩礁の橋脚にのみ固定し、他の橋脚や橋台には稼働支標を用いて下駄の伸縮を許容する構造とした。3月5日に最後のリベットがロバート自身によって打ち込まれ、試運転が行われた。3月18日から営業運転が単線で開始され、 10月19日に伏線の橋が完成した。当初は橋の東側のたもとにチェスターホリーヘッド鉄道が運営し地域のローカル列車が停車する駅があった。この駅は8年半の営業の後、旅客が少なすぎるために廃止となった。駅舎の下部の残骸以外には何も残されていない。ブリタニア橋の建設に用いられた技術は、 イザムバードキングダムブルネルがサルタッシュのテーマー側にロイヤルアルバート橋を架ける際に影響を与えた。1970年5月23日の夜、橋の中で遊んでいた少年たちが火のついた松明を落とし、タールで覆われたチューブの木造屋根に火がついて、橋は大きな被害を受けることになった。地元の消防隊の努力にもかかわらず、橋の高さと構造を。 そして水の供給が不足していることから、火が本土側からアングルシーガーへ向かって橋全体に燃え広がるのを止めることはできなかった。火が自然に燃え尽きた後、橋はまだ残っていたが、強い熱により、鉄製箱下駄の構造的な整合性は致命的に損なわれてしまった。この結果、橋はハスバンドカンパニーによって完全に再建されることになった。 新しい設計はアーチ橋であった。両側のアプローチの士官の部分にはコンクリートの橋脚が建設され、中央のブリタニア岩礁の橋脚は再利用されて、主計館には鋼鉄製のアーチが建設された。橋は単線で制限速度付けではあったが、1972年1月30日に仮復旧した。 その脇で数ヶ月かけて1線分の箱桁が撤去され、その部分に本復旧工事が行われた。信号技術の改良により、単線でも十分な線路容量が確保できるため、本復旧した側に切り替えられた後は、仮復旧側の線は撤去してそのままとされた。火災からほぼ10年後の1980年に上部の道路が開通し、A55 号線を通している。 ブリタニア橋を設計、建設した中央に座るロバートス・チーブンソンとその周囲の技術者たち、1868年の版画2007年11月、A55 号線ブリタニア橋改良に関する国民意見の聴取が行われた。把握された問題点としては以下のようなものがある。この文書では4つのオプションが提示され、その利点と欠点が示されている。 回答者は圧倒的に何らかの改良を行うことを希望し、70%は第二の橋を架ける方法を指示している。より経済的な橋の設計がすぐに開発されたこともあり、鉄の環状橋の例はとても少ない。有名な事例は、スチーブンソンが架けたランディ殿とコンビの間のコンビ鉄道橋とモントリオールのセントローレンス川に架けられたビクトリア橋がある。 コンビ鉄道橋はなお使用されており、残存している唯一の環状橋である。しかし補強のために中間に橋脚が追加されている。橋はトーマス・テルフォードが1826年に作った隣接するコンビ吊り橋からよく見ることができる。ビクトリア橋はセントローレンス川に架けられた最初の橋であり、また1859年の完成時は、 世界最長の橋であった。1898年にトラス橋に架け替えられた。ありがとうございます。